どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL 小型プロペラ機ホッピングツアー解説ということで、こちらねやっていきたいというふうに思います。今回の動画ではですね、 JAL の飛び飛びの旅小型プロペラ機ホッピングツアーというね、 JAL の公式ツアーがね、あるわけなんですけども、このツアーはですね JGC のね回数使用のためにねあるのではないかっていうねツアーなんですが、なんとですねこちらのツアーなんですけども、宿泊をね伴うツアーということで、なんとですね GoTo トラベルキャンペーンにね対象になったということで、当初ねこちらのキャンペーンは GoTo トラベルがね始まった時にお得にね JGC 使用ねできないかなと思った時に、フラッとね調べた記憶があるんですけども、当初ねこちらねキャンペーン対象外だった気がするんですけども、もしかしたらですね私の記憶不違いか、後からね対象になったのかなというふうに思うわけなんですけども、 GoTo トラベルキャンペーンね対象になったということで、お得にね利用できるということで、今回ね解説していきたいというふうに思います。この小型プロペラ機のホッピングツアーということで、こちらね名前の通りですね、小型のプロペラ機を利用して、いろんな空港をね巡るツアーということで、行った先でね何かを楽しむツアーではなくてですね、飛行機に乗ることを楽しむっていったねツアーになってるわけなんですよね。またね乗り継ぎ時間もですね短く設定されている部分もありますので、空港散策っていう意味でもですね、そこまでね時間が取れないっていった形になりますんで、この点はですねご注意していただけたらなというふうに思います。 JGC の回数使用のね面から見るとですね、個別包括割引運賃がね適用されているということで、50% でですねマイルと FOP がね貯まるっていった形になるわけなんですけども、 JGC のね回数使用のカウントにも1路線ずつねカウントされていくっていった形になります。で、価格についてなんですけども、決してね安くはないんですよね。GoTo トラベルキャンペーンが入ることによって、ちょっとね割引が入るわけなんですけども、 GoTo トラベルキャンペーンが入ったからといって、すごい安いかっていうとすごい安いわけでもないんですよね。メリットはあるんですけども、すごいね安いっていう意味ではありませんので、この点はですね覚えておくようにしてください。ではね、このホッピングツアーに関してですね、何がメリットなのかっていうね話をさせていただきたいというふうに思うんですけども、こちらのメリットとしてはですね、飛行ルートを考えなくていい点なんですよね。1泊2日で8フライトから16フライト、2泊3日で16フライトっていった形で、最大でね1泊2日でね16フライトということで、16回ね飛行機に搭乗するわけなんですけども、もうこのルートがですね全て組まれている状態で販売されているってことになりますんで、ルート自体はですねもう完成されているものなんですよね。ですのでチケットの手配ももちろん簡単ですし、乗り継ぎ時間とかを自分で計算してね、ここは30分あるから大丈夫とか、40分あるから大丈夫とか、ここは20分だからダメとか、そういうねいろいろあると思うんですけども、そういうのもですね考えなくていいっていった形になるわけなんですよね。また台風とか、何かのね事態で欠航になる場合って飛行機の場合はあると思うんですけども、これに関してもですねある程度ね JAL が公式でやっているツアーというふうになりますんで、保証は受けられるっていうふうになりますんで、この点はねかなりメリットかなっていうふうに思ってるわけなんですよね。やっぱりねルートを組むってねやっぱり大変っていうふうに思いますんで、できているものをね利用できるっていうのはかなりね楽なのではないのかなっていうふうに思います。またね飛行機にたくさん乗れるということで、いろんなね空港を楽しめるっていったねメリットはあるかなっていうふうに思います。時間はね少ないので本当にさらっと楽しむ程度になるとは思うんですけども、いろんな空港はね楽しめるっていった形になります。またね JGC の回数使用においてもですね、1泊2日でね16フライトを稼げるというふうになりますんで、ずっとやってきてここで一気にね稼ぎたいみたいな時にも、利用しやすいかなというふうに思います。それではホッピングツアーのですね解説入っていきたいというふうに思うんですけども、出発空港に関してはですね羽田か大阪っていうふうになっておりまして、先ほどね言いました通り、このツアーはですね1泊2日で8フライトから16フライト、
2泊3日で16フライトっていう風になっておりまして、こちらねフライト数によってツアーがね分かれてるっていった形になっております。またですねこちらはホテル込みのね値段っていう風になっているわけなんですけども、まあ1泊2日のですね16フライトであればですね、そのプラン自体にですねホテル代も入っているっていう形になります。ですけどもホテルによってはですね追加料金がかかるシステムっていう風になっているホテルもね中にはありますんで、ホテルをね選ぶ際は特にね注意していただけたらなっていう風に思います。まあホテルによってもですね朝食がついてたりついてなかったりとかね、そういうところもホテルによってね変わってくるっていった形になりますんで、この手はね覚えておくようにしてください。では次にですね飛行ルートに関してなんですけども、羽田からですね1泊2日のルートだとこういう感じに、ね、なります。こちら公式サイトからね抜粋させていただいた感じなんですけども、1泊2日でですね16フライトでいろんな空港にね回れるっていうのはかなりね楽しめるのではないのかなっていうふうに思います。またね飛行機はプロペラ機ということで、こちらもねちょっと画像を出しておきますけども、こちらの飛行機がですね利用できるっていった形になりますんで、いろんなね飛行機に乗ってみたいっていう方はですねかなりね楽しめるのではないのかなっていうふうに思っております。それではですね実際の価格についてね見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらね画像を出してね解説していきたいというふうに思うんですけども、こちらはですね公式サイトというふうになっておりまして、下の方に行くとですね大阪か東京ね選べるボタンがねあるっていうふうになりますんで、こちらね2泊3日なのか3泊なのか選ぶっていった形になります。で今回はね1泊2日でね検索していくと、こんな感じでですね値段が出てくるっていった形になります。8フライトなのか10フライトなのか、もしくは12フライト16フライトっていった形で、こちらの、フライト数によってね値段が変わってるっていった形になります。まあ、今回はですねこの11月から、飛び飛びの旅小型プロペラ機ホッピングツアー2日間16フライトツアーっていうね選択していきたいというふうに思います。こちら次のねツアー詳細のページに行くと本当にねババーって書いてあると思うんですけども、こちらねツアーの詳細っていうふうになっております。でこちらね一通り目を通していただいて、下の方にですねスクロールしてっていただくと参加人数ね決めるところがありますんで、こちらね参加人数ね決めて代金カレンダーに進むっていうねボタンを押していただきます。そうするとですね価格はですね全体的に出てくると思うんですけども、こちらですね行きたい日付をね、決めていただくっていった形になります。でこちらねあの日付を押しても予約とかねできないっていった形になっておりまして、カレンダーのね下の方にですね出発日を選択してくださいっていう感じで、こちらで日付をね選んでいくっていった形になります。それはですね今回は12月の5日の土曜日でね検索していきたいなっていうふうに思います。で次のページに行くとですね、空き状況っていう感じで出ております。で、フライトパターン A ということで、フライトがね一覧でバーって出てると思うんですけども、こちらのフライトをですね自分で選んでいくっていった形になるんですよね。ですのでまあどの便をね利用してどの空港に行ってでどの乗り継ぎの便で行くかみたいなのをですね決められた範囲ではあるんですけども、自分でね決めていくっていった形になります。ではですねちょっとここではちょっと適当にね決めていきたいというふうに思うんですけども、ちょっとね適当に選んでいっちゃいますね。それはですねフライトを選んだら下にですねホテルをね選ぶ画面があると思いますんで、こちらもねホテルね選んでいきたいというふうに思います。でホテルを選んだらですね予約へ進むということで次のページにね行きます。でそうするとですね JAL マイレージバンクのログインのね画面になりますんで、 JAL マイレージバンクねログインして次に進みます。そうするとですね旅行者の情報ということで、旅行者のね情報を入れる画面というふうになります。ここはですねささっと入れていっちゃいましょう。それでは次にですね必須選択プランということで、まあ、以下のプランをですね希望を選択してくださいということで、こちらね選択画面を押すと詳細が見れるっていった形になります。でこちらね詳細を押すとですね必須プランの申し込みということで予約数をね入れるっていった形になりますね。で入れ終わったらですね予約を申し込むをクリックいたします。そうするとですねツアーの詳細空き状況ということで、捕まるねフライトを選択する画面というふうになります。こちらもですね、適当に入れていっちゃいましょう。
まあ、ここに関してはですね、まあ、ご自身がですね、まあ、どのぐらいの時間でね乗り継ぎたいかっていうところで、まあ、変わってくるかと思うんで、ここはねお好みでいいかなっていうふうに思います。それでは次に進みましょう。それでは次の画面に行くと利用者の選択ということで、こちらね利用者を指定していただくっていう形になります。まあこれは普通ね一人の場合はですねご自身になると思いますんで、まあ、カーソルだけ合わせてね次の画面に行くっていった形になります。それではですね、最後の画面で予約確認をしていただいて支払いをねしていただくっていった形になります。ちょっとねさっき調べた時はですね、全日程ね予約確保できたんですけども、ちょっとねこの数時間で、取り消し待ちになってしまいましたね。おそらくこちらはいっぱいになってしまったのかなというふうに思うわけなんですけども、一応ね下の方に行くとですね参加条件の了承ということで、まあ、こちらね確認しないとですねダメだっていう感じになりますんで、こちらねクリックしていただきます。そうすると、注意事項の案内ということで書いておりますんで、こちらね確実にチェックしてから次に、ね、行くようにしてください。それでは次に行くとですね、お客様情報の入力ということで、一応ねこちらキャンセル待ちみたいな形になってしまいましたので、キャンセル待ちのね画面が出てきております。まあ、こちらはですね確認していただいて支払いね進んでいっていただいて支払いしていただくっていった形になります。それではですね価格についてはですね、12月の第1週目で検索させていただいた感じだとですね、14万800円ということになりますんで、 GoTo トラベルキャンペーンのね割引がここから入るっていう風になりますんで、12万6800円でね利用することができます。またね地域クーポンがね6000円もらえるっていった形になります。こちらね1フライトに換算するとだいたいですね7925円っていう風になりますんで、まあ、すごいね高いって言ったわけでもないですし、すごいね安いって言ったわけでもないんですけども、まずまずの値段かなっていう風に個人的には思います。いかがだったでしょうか。今回は小型プロペラ機で行くホッピングツアーということで GoTo トラベルキャンペーンね対象になりましたので解説ねやらせていただきましたけども、 JGC 回収仕様でですね発見とかですねルートを考えるのはねめんどくさいなというふうに思う方はですね、個人的にはねかなりおすすめかなというふうに思っております。またですねいつか利用されたいっていう方ね中にはねいらっしゃるのかなというふうに思いますんで、GoTo トラベルキャンペーンですね割引してね利用することもできますので、ぜひね検討してみていただけたらなというふうに思います。またなんですけども、こちらはですね JAL の公式のパックツアーっていうふうになりますんで、ポイントサイト楽天リーベイツっていうね楽天が運営しているポイントサイトで 2% のねポイントバック出しておりますんで、もしね利用する際はですねこちら14万円の決済で2800円ほどねポイントもらうことができますんで、こちらもですね取りこぼさないようにしていただいて利用してみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。